一番緩いところで外旋するのが一番危険だっていう。バンパーパッケージっていうのですね、ここが非常に重要なものというふうに、僕たちは考えていますし、前屈するとさすがに悪化したところに負担がかかってしまうから、これは痛みがある。今日ですね、脊柱管狭窄症へのアプローチというふうに、脊柱管狭窄症、病気に対するというところで、お話をさせていただくんですけれども、学生さんですとか、新人さん、若手の方なんかと、こう、セミナーとかでお話ししてるとですね、脊柱管狭窄症のリハビリって何をするんですか、という疑問を非常によくいただく、特に学生さんなんかとお話してるそうなんですね。で、まあ、ここではちょっと LCS というふうに略させていただくんですけれども、例えば50方ですとか肩関節周囲炎、まあ、変形性の膝関節症とか、はい、人工関節のオペ後とかっていう話になると何やるんですかっていう疑問って出てこないんですね、でなぜかその脊柱管狭窄症をはじめ脊椎関連に関しては何をするんですかっていう、はい、そもそも論の疑問が出てくるということが非常に多くてですね、まあ、なんでなのかなってよく考えてたんですけれども、はい、今日は前編としてですね、文献とかガイドラインとかを紐解きながらこれの回答というものをちょっと探していくような形で進めさせていただこうかなと思いますので、楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい。で、本編の狙いですね。LCS、ランバーキャナルステノーシスですね。の、基礎知識と情報をまずは、文献等を紐解いて整理していこうと。で、紐解いたそういった知識からですね、介入の方針っていうのを考えていこうというふうな話をしていこうと思います。で、具体的な介入方法ですとか戦略だとかっていう、まあ、how とかの話、how to の話とかは後編の方でやらせていただきますので、前編は文献紹介等が中心となってまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、脊柱管狭窄症大きくですね、先天性のものと後天性のものとっていうのに他の病気と同じように分けられてきます。で、まあ、特発性、なんでなるか分かんないものであったりだとかですね、まあ、いわゆる軟骨無形成症みたいな病気に続発して起こってくる。で、まあ、生まれつき、脊柱管が狭かったりとかっていう方もやっぱり見えるみたいで、そういった方なんかは年とともにどんどんなる確率が高くなっていくっていうふうに言われています。で、後天性のものですね、で、多くはですね、まあ、加齢性の変化っていうのが、基盤にあるとは思うんですけれども、まあ、変形ですね、骨性のもので、まあ、人体とかも含めた変性、ここら辺が多分一番原因としては多いものになっています。で、あとは椎間板ヘルニアが脊柱管内に脱出して椎間板ヘルニアによる脊柱管狭窄症というものが出てきたりですとか、滑り症に続発して起こったりだとかで、まあ、多くはないですけれど外傷ですとか腫瘍によって起こってくるというような後天性のものがございます。ということで、まあ、何してもその加齢に伴う耐候性の変化っていうのが疾患の基盤になっている、まあ、これ脊柱管狭窄症に限らず脊椎疾患の多くはこれになってくると思うんですけれども、そういったものがまあベースにあるよっていうことをまず頭の片隅に置いとくっていうのが介入のヒントに今後なってくるかなと思っています。でですね、まあ、黄色靭帯の飛行なんていうのが非常に多く言われます。で、確かに臨床をやっていてもですね、画像を見たりだとか患者さん、まあ、手術した患者さんとかっていうのを見てたりしてでもね、これやっぱりすごく多い印象です。で、まあ、単純にその、まあ、黄色靭帯ってこう後ろ側ですね、こう脊柱管の後ろ側にこう伸びてるような靭帯ですけれども、はい、これがまあ分厚くなる、確かにそうなんですけれど、これだけだとそこまでその脊柱管内面積を圧迫するほどってないことが多いです。で、まあ、MRI のこれ画像ですね、後でもうちょっとお見せしますけれど、この三角形にもうなっちゃってるのが脊柱管ですね。で、その外にはこの黒いやつ、これが黄色靭帯ですね。かなり分厚くなっている症例の MRI 画像ですけれども、で、これのその緩み、たるみっていうのが実は結構関わってるなという印象があって、で、これ、新転移で症状が増強しますよっていう話をさっきしたんですけれども、これが大いに関わっていまして、その正常、まあ、屈曲位だとか正常な脊柱管ですと、こういうふうにまっすぐ、脊髄が伸びているんですけれども、黄色靭帯の飛行がありますと、まあ、当然脊柱管それだけでも狭くなるんですけれども、体幹を進展することによってですね、黄色靭帯上から下に伸びてますんで、起死と停止が短くなってたるむんですね。で、たるんでかつ飛行しているっていうことで、脊柱管がより狭くなる、面積が狭くなるっていうようなことが起こってきます。で、まあ、滑り症とかも進展位でこうずるっと滑って、脊柱管の上下のギャップができますので、それで圧迫が起きたり、で、こういうような動きによって起こってくる狭窄っていうのをまあダイナミックステノーシスなんていうふうな言葉を使ったりして、で、滑り症ですとか黄色靭帯のその緩みとかっていうのがそのダイナミックステノーシスの中に入ってくるっていうようなことを言っていますね。